はい、チャラリンコ。はい、ってことでね、釣りから帰ってきました。でね、前回ね、みかん高弘さんと、釣り、小物釣りして、みかんさんがいっぱい釣ってくれたんですよ。で、お魚いただいたんで、これを今回は料理していくコーナーになります。で、もうちょっと、魚これ釣ってから忙しくて、丸3日経っちゃいました。カワハギとね、あれはちょっと、カサゴは置いといて、この青ベラ、笹の葉ベラ、大きいやつ、これをね、川下にします。まあ、美味しい食べ方を紹介するっていうことで、あと青柚子の季節なんでね、青柚子がまあ作ろうかなって感じですかね。ね、刺身、天ぷら、煮物にするときは、鱗取りますで、塩をね、やるとぬめりがきれいに取れます。で、僕の場合はもう直接もう魚とまな板に塩をやって、で、そのまま鱗とぬめりをこうやって取っちゃう。これが一番手っ取り早い。で、素焼き、素揚げ、唐揚げにするときは鱗は取りません。ぬめりだけ取ります。後で紹介します。非常に 水が多く、水分を含んでる身なんで柔らかいです。だからさばきにくいっていうのが難点であって、身はすごく淡白で上品な味です。でね、青ベラと、クセ、笹の葉ベラの鱗と鱗が取れました。したらね、もう頭落としたで、ここ落として、これね、綿と内臓だけ取っちゃいます。綿と内臓だけ取っちゃう。で、まだぬめりが結構残ってるんで一回ね、洗います。頭を落として綿と内臓を取っちゃう。ちょっと塩で臭みとぬめりを取ります。だから天ぷらとか唐揚げ、素揚げ、素焼きが一番ね、皆さん釣りから帰ってきてやるのにおすすめです。ね、青ベラからさばいていきます。身がね、柔らかいです。ちょっと間違えるとすぐぐちゃぐちゃになっちゃう。で、骨の上を滑らせて、こっから新鮮ならね、釣ってすぐならこうならないんだけど、釣って3日経っちゃうとやっぱね、身がぐずぐずになっちゃいますね。ベラは釣ってすぐにさばかないともうグズグズ。ね、こんな感じ。うわ、もう最悪じゃん、グズグズ。ダメだ、今回ね。今回はもうこれでボツにしようと思ったんだけど、やっぱりみかんさんの建前もあるし、お魚の命もあるんで、火をしっかり通せばこれでも食べれるだろうってことで、料理続けていきます。身はグズグズだけど、本当はこれをね、お湯をかけて川下作りっていうのにしようと思ったんです。でも、もう身がもうグズグズなんで、それを諦めて、で、やっぱ3日経ってるともう魚もね、腐り腐敗始めるんで、完全に火を通した料理にします。よし、じゃあね、お湯、手鍋でいいや、手鍋にお湯を沸かしたら、ここに日本酒、
日本酒ですね。入れます、適当に。で、お塩を一つまみ。本当は皮下にする予定だったんですけど、もう魚のね、鮮度がもうあまり良くない、もう身がぐずぐずってことで、火を入れていきます。ちょっと刺身で食べるにはちょっと危ないだろうっていう感じで、今回はね、そういう感じです。結構ね、半分ぐらい火入れする感じですね。これを氷水に入れて締めます。まあ、刺身は無理でも、川島も無理でも、これだったらいけるだろうっていう感じですね。で、これでしっかり身を締めて、柚子釜、青柚子があるんで、2種類の柚子釜にしよう。身もボロボロ、俺の心もボロボロだよ。じゃあ青柚子ですね。よし、青柚子使います。青柚子がいっぱいあるんで、青柚子、処理の青柚子、あとこれ、実家の庭から取ってきたバランですね。これを飾りに使います。殺菌効果が強いです、ね。このバランの葉は非常に殺菌する力が強いんですよ。だから今回はこの柑橘の青柚子とこのバランでね、バランに頼ります。はい、でちょっとね、上の方を取っちゃいます。まあ、柚子の旬はお鍋とかに使う黄色い柚子の旬は冬なんですけど、この青柚子は爽やかな酸味が特徴で、夏が旬になります。醤油、これポン酢ですね。醤油大さじ3杯。みりん大さじ2杯。で、お酢大さじ1杯。米酢大さじ1杯ですね。はい、で、あとここにおかか、おかか、これ1袋何グラムだ ?3グラム。約3グラム。入れてやると。で、これね、置いとくだけでね、美味しい自家製ポン酢。市販のポン酢よりね、全然美味しいです。はい、これでポン酢の完成。キュウセンベラとサタノファーベラの実ですね。これをね、この中に入れちゃう。詰めちゃう感じで。これ塩昆布、塩吹き昆布、これね、白身の魚に合うんですよ。で、この塩吹き昆布を使う量はね、身の半分、身の約3分の1ぐらい、こんなもん。で、こういうね、塩昆布ってグルタミン酸ナトリウムが入ってるんですよ。だからちょっと多いと、そのグルタミン酸でとね、味の素系の味が強くなっちゃうんで、ちょっとね、身の量の3分の1ぐらいがいいですね。これちょっと刻んでね、入れるとすごいうまい。刻んでこの身とね、混ぜてやる。これね、下手に昆布締めとか作るよりね、全然うまいんですよ。で、これをね、こう入れてやると、キュウセンベラのね、ヨロ昆布和えみたいな感じ。これは美味しいですよ。お酒にすごく合う。こんな感じですね。ここはちょっと味見して、うまっ。もう一種類はこれにね、まあネギでもね、何でもいいんだけど、今回貝割れ大根ちょっと入れて、でこれね、味噌ちょっと入れよう、生姜ちょっと入れてやって、でこれを叩く、なめろうですね。
酒のおつまみとかご飯のおかずとかね、お酒のつまみにいいんじゃないかな。これで火が入ってるし、はい、じゃあこんな感じですね。はい、じゃあこんな感じで九千ベラの青柚子釜三種盛り完成です。で、残りのね九千ベラは、これ袋に入れます。はい、でここに大量の塩、でね、ぬめりが取れましたと。で、ちょっとアルミホイルでね、皿作ってやって、ここにちょっと油をね、入れます。こんぐらい。で、したらもう小さいのはね、あれ、大きいの素焼きっつったっけ？大きいの素焼きっつったね。これを大きいの素焼きにします。串打ってもいいんだけど取らないでいいです。これ弱火でじっくりね、もう魚焼きグリルで焼くだけ。で、素揚げにする方はね、頭とね、頭と綿と内臓だけ取ります。腹揚げしようかな、粉つけてじっくり油で揚げていく。で、これね、片栗粉、薄力粉でもいいっすよ。これをしっかり粉つけてやって、で、塩少々で、これをじっくりね、カラッとカラリンコ揚げればお酒のおつまみにはもう最高ですよ。これのいいところはね、鱗も皮もついたまんまでいいの。その方が美味しいから。で、じゃあね、湯ざみの方入れていきます。今回もフライパンでいいや。これを唐揚げにしていきますと。今回はね、160度くらいで、じっくりカラッとカラリンコ骨まで揚げていきます。最初160度でじっくり揚げて、後でも必要なようだったら二度揚げしたいと思います。うまそうっすね。こんな感じでね、九千ベラのね、唐揚げ完成です。で、やっぱね、これにも青柚子を添えて、いただきたいと思います。うまそう。これが一番簡単でいいね。さ、桜も焼けた。あ、いいね、いい感じに焼けてる。うまそう。こんな感じですよ。うまそうだね。はい、こんな感じですね。九千ベラの素焼きです。ちょっとね、鱗がちょろっと焦げてるんだけど、この焦げた鱗のところがね、また香ばしくて美味しいです。はい、はい、ってことでね、やっとね、釣った魚を食う、みかんさんのね、コラボしていっぱいみかんさんに魚釣ってもらった料理ができました。本当は刺身と川下作りを、皆さんにね、見せたかったんですが、今回は、ベラ、笹の葉ベラと九千ベラの、これなんていうのね、茹でたから茹でて、まあ、あえたんで、まあ、旬のね、青柚子を使った、一品ということで、九千ベラの柚子釜夏バージョン青柚子です。青柚子仕立て
こっちが普通の、そのままの実、ポン酢で食べます。で、こちらはそのまま塩昆布で焼いてます。お醤油とかで食べると美味しいです。そのままでも美味しいです。で、こっちはもうなめろ。味噌たたきですね。はい。こんな感じです。それと、こちらが、九千ベロの唐揚げ。で、これ九千ベロの素焼きですね。3種類。約3種類できました。では、早速いただいてみましょう。で、今回はね、もう完全に、もう純和食。うん。もう和食っていう感じなんで、日本酒をいただきます。安い。スーパーで売ったら安い日本酒です。あんま大してうまくないと思うけど。まあ、いただきます。うん。まあ、こんなもんですね。うん。飲みやすいですね。飲みやすく調整されてるっていう味です。うん。結構美味しいけどね。うん。じゃあ、早速いただいてみまーす。じゃあ、まずはね、このゆず釜からいこうかな。ゆず釜。これ、自家製ポン酢ですね。青ゆずの季節なんで、青ゆずで作ったポン酢をちょっと、垂らして、これをいただいてみたいと思います。こんな感じですね。はい、いただきまーす。うん。うん、うまっ。あー、美味しい。すげえ美味しい。何これ。びっくり。すごい美味しいですね、このゆず釜。ゆずの香り。うん。やっぱベラはね、皮が美味しい魚だっていうのを分かります。こうやって食べると。淡白な身なんで、だからこそ、皮の味がすごく美味しいんですね。いや、これは止まんねえぞ。お酒にもご飯にもいいね、これ。最高っす。お酒にもご飯にもいいですね。うん。これはうまい。うん。いや、これはね、うまいっすよ、ちょっと。これはちょっとテンション上がっちゃう。これはうまい。テンション上がっちゃいますよ。うん。お酒も進みます。うん。ああ、たまんねえ。美味しい。じゃあ、この喜んぶ、ね。塩昆布で和えた、九千ベラと笹の葉ベラの実ですね。これを、いただきます。うん。うまっ。ほら、美味しい。美味しいですね。これはうまいぞ。うん。やっぱね、淡白な味じゃないですか。九千ベラ自体。だからそこにね、この塩昆布がね、入ることによって、すごいいい味になりますね。うまみ成分すごいな、これ。美味しい。で、これ最後に作った、味噌たたき。味噌たたきですね。これも間違いなくうまいんだろうけど、いただきます。こんな感じでーす。うん。うん。うまっ。これ最高にうまい。生姜と味噌が効いててうまい。生姜と味噌合うな。九千ベラ、もう生姜と味噌めちゃくちゃ合いますわ。これ本当にお酒進んじゃう。いや、今日逆に3日経って、本当だったら新鮮なの刺身にしたかったけど、もう3日経って、これにして正解だったかもしれない。めちゃくちゃこれは酒が進みますよ。あ、これ本当にうまい。皆さんもこれ九千ベラつったら、これやってみてください。これうまいな。ね、今の季節ちょうどいいですよ、この青ゆず。うん。うまいですね。で、今度これ。で、今度はこれね、九千ベラを素焼きにしたやつ。これも鱗ごとね、食べれるやつ。で、綿と内臓取ってもよかったかもしれないんですけど、今回もそのまま素焼きにしちゃいました。で、これをね、生姜醤油を作って、上からかけちゃうのが、人気の食べ方みたいですね。はい、こんな感じです。これは僕がもう、ベラ釣ってきて食べるときは、毎回これ作ってます。美味しいんですよ。すごく美味しくて。確かこれ、クックパッドにもレシピ出してたかもしれない。まあ、クックパッドのトッシー隊長もよかったら見てください。美味しいです。うん。あ、うまっ。これめちゃくちゃうまいな。醤油がうまいっていうのもあるけどね。生姜醤油。最高です。うまいね。このかけだし醤油に生姜入れて焼き魚食べてみてくださいよ。うまいんだわ。うん。これは美味しい。で、このね、青ゆずをまたここに絞ってやることによって、
爽やかなね、味になりますよ。これがうまいね。うん、たまんない。うん、こりゃうまいわ。最高すぎる。最高っす。これね、唐揚げ、これ間違いない。これも間違いないです。これもね、青柚子を絞って手でいっちゃえ。いただきます。うん、うまい。もうね、丸ごと食えますよ。これ初めて作ったんですよ。意外とこれがね、発見ですね。九千ベラってこういう料理もありかなって感じがしました。ありだなって。すごく美味しいです。どれも美味しいです。いつも天ぷらにするのがね、天ぷらにしたりよく煮付けにしたりしますけど、こういうちょっと洒落たおつまみ作るのもいいっすね。簡単だし。うん、これうまい。アジよりうまい。九千ベラうまいな。ほんとうまいっすよ。全然腐ってないっすよ。まあ刺身は無理だけど、ほんとこうやって食べると最高ですよ。うん、もうみかんさんありがとうございます。みかんさん本当ありがとうございます。最高にうまいです。ってことでね、今回はこの、九千ベラ料理っていう動画を紹介しました。ね、みかんさん本当ありがとうございます。美味しいですね。じゃあ今からこれを一人で、ゆっくりね、お酒飲みながら味わっていきたいと思います。はい、それでは皆さん、また今度また見てね。はい、めちゃくちゃうまそうですね。はい、これでタラ汁完成です。うまそう。はい、はい、こんな感じでね、みかんさんの釣ってくれた、お魚、最後の骨のあらまで、美味しい味噌汁にしました。